ヘジマが電話するって言ってる。あ、電話来た。ちょ、電話出る、出ていい、ヘジマの、その前に。あ、すいません。ヘジマ。はい、ライブしてました。すいません。今ライブ中なんやけど。ガチっすか？ガチガチ。YouTube ライブっすか？そう。うわ、もう本当ですか？久しぶりですよね、なんか。ヘジマに言いたいことあるんだけどさ、今俺アフリカの旅してたんよ。はい。そしたらなんかさ、切り抜きが送られてきて、ポイかなんかの。はいはい。なんかヘズマが青汁ヒルズでに住んでいた時の家賃を借金してると。で、青汁王子から今、ぼったくりの請求されてると。違います、違います、違います。え？あの、ぼったくりではないです。あの、本当にあの時助けてもらったんで、なんかそういう虎の企画で、うん、もし、本当にお金をもらえるのであればそこで払おうと思ってました、うん、本当か？ダメでした、ダメでした、本当にそこは気持ちです。お世話になってたんで、そのいつか自分が今まだ借金まだあるんですけど、うん、300万ほど誰にけど、それが、まあ、あとはアイフルとかそういうなんかアイフルに金借りてんの？あ、もう全部借りてましたよ、最近まで全部全部、うん、で全部返して自分に余裕ができたら、うん、その200万は本当に返そうと思ってます。だって俺別に請求したことないじゃん。ないです。ないよね。ほら、詐欺師じゃん、詐欺師。すいません、嘘つきヘズマって言われてるよ。すいません、最低だねって。ごめんなさい。ベッド壊した分払ってって。あ、パンパン剤の技師が壊しました。あ、じゃあ技師から請求してしよう。はい、すいません、美咲さん、うん、気持ちはあります、返したいです。本当にこれ視聴者の皆さんどう思います？返したいって言ってるよ。別に俺請求してないしね。そうです。うん。まあいいよ。なんかヘズマ普通、ヘズマ普通すぎて面白くないって。はい、ボンバーになります、もうちょっと。うん。なんか電話だと普通だねだって。普通の人間ですよ。うん。まあいいわ。ヘズマさんは、いや、はい。はい。じゃあちょっとそれ誤解されるんで、よく。わかりました。はい。それじゃ。はいはいはい、はい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 、しょうもねえわ、しょうもない、しょうもない。みんなさん本当に、でもさ、これヘズマ、これなんでこれ電話してるかっていうと、こんなヘズマの言うことを信用して言ってくる人いるんだよ、 DM とかで。いや、青汁王子ヘズマに200万請求してるのがひどいみたいな、ヘズマお金ないって言って結婚したばっかりでお金ないのに、なんで青汁王子みたいな人がヘズマにお金請求するんですかみたいな、見損ないましたとか来るからね。本当に信用してるやついるんだよ、本当に。マジで勘弁してくんない？マジでやばいでしょ。はい、しょうもなってことですね。はい、まあ誤解が取れたら、誤解が解けていくってことでいいです。はい、しょうもな、非常識の周りは非常識。いや本当ですね。なんで帽子なんですか？髪がぐちゃぐちゃだからです。はい、こういう